ハレルヤ、幼生家隊の賛美、心から感謝いたします。またヘプシバ賛美チームにも感謝いたします。えー、今日私は創世記一章14節から19節の御言葉を通して4日目、光と闇を分けられたという題名で御言葉を語りたいと思います。えー、私たちは今、創世記一章の創造の働きについて勉強しています。 1>, 1番目から3日目まで勉強しました。今日は4日目です。4日目には神様が大きな光と小さな光を作られ、星を作られましたね。私たちは生きていながら太陽がなければどのようになるでしょうか暮らすことはできないですね。この世の中、この地球は太,太陽がなければ決して存在することはできません。 えー、今日の本文を見ると4日目に大きな光太陽そして小さな光星あ月を作られましたあと星を作られたと記録していますそしてこの光を作られてからその作られた目的について語られています地を照らさせ地を照らしまた、えー、昼と夜を司らせ その光と闇を区別されたと語っていますね。では、この4日目に行われたこの働きが私たちにどのような意味があるのか、その救済的な意味について見てみたいと思います。この漱石一章を勉強しながらいつも私は言っていますけれども、何かというと、この聖書は科学の本ではないということです。聖書は 科学を悟らせるための本ではなく神様の救いの働きを示すものであるとイエス・キリストを通して私たちをどのように救われるのかそれを教えるのがこの聖書でありますですからこの聖書をそのような観点から見るときにしっかりとこの聖書の意味を悟ることはできるわけです今日は4日目について見てみましょうまず1番目に大きな光と小さな光の意味について見てみたいと思います この光という単語が出てきます。光。光と出てきますけれども、ヘブル語ではマオールと言います。このヘブル語で創世記一章を比較してみるとですね、一番目、一日目に与えられたこの光があります。最初の一日目の光はヘブル語でオルです。 最初第1日目の光はオールです。しかし4日目にはマオールという単語が使われています。ではこのマオールという単語は何かというとえ光発光体という意味があります。発光体光を放つものですね。一番目に1日目に作られたのはただ光です光。光という意味です。しかし4日目に作られた光は 発光体を作られたとこの光を放つもの発光体ですから体なわけですよね形のあるものです自分自身が光を放つ物体のことを意味するのが発光体ですねですからマオールというのはただ単なる光というよりも光を放つ物体を意味するわけですね 例えば、この照明、電気を見てみても、照明もマオールなんです、マオール。光を放つ物体ですね。ですから、この大きな光というのは、みんな太陽と考えます。太陽と考え、また小さな光は月だと考えます。しかし、私たちは漱石衣装をよく見てみると、皆さん考えてみてください。1日目に夕があり、朝があった。 1>, 1日目、夕があり朝があった2日目、そしてよ夕があり朝があった第3日、そして4日目まで来たわけですね。4日目に太陽が想像されたならば、最初、夜があり朝があった、夜があり朝があった、夕があり朝があった、太陽がないのにどうやって、えー、昼と夜を分けることはできますか時間を分けることはできないわけですよね。3日目には土地を作ってから 草やまた木やいろんなそういう草を作られたわけですけれども太陽がないのにどうやって植物が,植物が生きることができるでしょうかですからこの4日目に作られた大きな光この光というのは何でしょうか聖書で光というのは神様を象徴することもありますし御言葉を象徴もしています。 イエス・キリストを象徴することもあります。しかし特にこの4日目には大きな光を作られたと語っています。聖書ではイエス・キリストを大きな光だと語っています。イザヤ九章二節を見ると闇の中を歩んでいた民は大きな光を見たと語っています。大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照ったと語っていますね。 この光、大きな光はイエス・キリストを予言する内容であります。なぜならば、イサヤ九章二節、大きな光について語ってから九章六節に行くとですね、どのようなことを語っているかというと、一人の緑子が生まれると語っていますよね。不思議な助言者であり、力あるものであり、永遠の父であり、平和な君だと、イエス・キリストを意味しています。 ですから、ここのイザヤ9章に記録されている大きな光というのはイエス・キリストを指しているわけです。マタイ4章16節ではこう語っていますよね。マタイ4章16節を見ると、えー、闇の中に、えー、座っていた民は偉大な光を見たと。イエス・キリストを見たと語っているわけです。ですから、ヨハネ8章12節を見てもイエス様が語られました。 ヨハネ8章12節を見ると、イエスはまた彼らに言われたと。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのですと語っていますね。またヨハネ9章5節を見ても、私がこの世にいる間は、私は世の光であると語っています。イエス様はこの世の中に来られた世の光であると、ご自身を直接紹介されているわけですね。 ではこの光とこの発光体いろいろな単語が出てくるんですけれども1日目に作られた光と4日目に作られたこの光この関係はどのような関係があるのでしょうかそれは私たちが御言葉とイエス・キリストの関係がどのような関係なのかを悟るときに、えー しっかりとこの内容を理解することができます。御言葉とイエス様はどのような関係ですかヨハネ一章一節を見ると、最初に初めに言葉があったと。言葉は神と共にあったと語っていますね。言葉は神であったと語っています。初めに言葉があり、言葉は神と共にあり、言葉が神であったと。ですから、 この御言葉とイエス・キリストの関係というものは、ヨハネ1章14節を見ると、えー、語っています。言葉は人となって私たちの間に住まわれたと。私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた独り言としての栄光である。ここを見ると、御言葉が人となって来られたと。それがイエス・キリストです。ですから、イエス・キリストと御言葉の関係というものは同じなんですね。 言葉でありイエスキリストであるわけです身をもって世の中に人として来られた体を持って来られた御言,葉である御言葉であると語っています御言葉ですから一番目の光と四日目の光もこのような関係であります一番目にあった一日目にあった光が四日目に、えー 発光体として、物体として、体としてこのように来られたということを意味しています。ですから、イエス・キリストは身を持って来られた、人の形をかたどって来られた光自体であります。言葉であります。光を放つ体であります。光の源です。光を放つ方。その大きな光。 その光を放つ大きな光が4日目に天に現れたわけです。この世に現れたわけですね。不思議なんです、皆さん。アダム、創造されてから4000年ぶりに来られました。世石一章では4日目にこの大きな光が現れたわけですよね。 第2ペテロ三章八節を見ると愛する者よと主には一日が千年のようであり千年は一日のようですと語っておられます。千年が一日のようだとイエス様がアダムの後4000年後に来られましたけれども正席書では4日目に大きな光が現れたと語っているわけです。 これが偶然な出来事でしょうかこの1日目に作られた大きな光というのは4000年後に来られたイエス・キリストを意味しています。大きな光はイエス・キリストを意味しています。そして小さな光を作られました。小さな光。ではこの小さな光は星です。そして 夜をつかそどられたとか司らせたと語ってますよねこの月は太陽のように自分が光を放つのではなく太陽の光をただ反射させるものでありますですから夜をつかそどられるそういう反射をさせるもの反射体です太陽が朝日,を日が昇るまで月があるから その太陽の光を反射させて人々が夜活動することができるように光を放つわけです。ですからこの小さな光というのは誠の光ではありません。ただ誠の光を反射させて照らすものです。反射させて照らすものです。 見えるように光を、えー、伝えるわけですよね。ではこの小さな光、月は何でしょうかこれは立法的な、また信仰の共同体を意味しています。例えば、イエス様が来られる前に旧約聖書を見ると、すべてが夜のような時代でした。光がなかったわけではありません。神様はイスラエルに 立法を与えられましたよね。また、預言者を与えられました。神様の御言葉を代わりに語らせたわけです。ですから、イスラエルというそういう立法を受けた信仰の共同体があり、そこから預言者が出て神様の御言葉を語りました。ですから、イスラエルとその預言者たちがこの小さな月のような存在だったわけです。イエス・キリストが来る前に、 その夜を司さどらせていたわけですよね。ガラティア3章24節を見ると、こうして立法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのですと語っています。立法は何ですか立法はイエス・キリストに導く養育係だと語っています。ね 家庭教師のようなそういう教育係をしたと。もともとの本当の教師ではないわけですね。本当の教師であるイエス・キリストが来られるまで、その立法が、律法を学ぶために少しずつ、少しずつ教えていた養育係だったと。それが立法であり、また預言者たちであったということです。また最終的には、 最後の預言者であるバプテスマのヨハネが小さな月です。バプテスマのヨハネはマタイ11章13節を見るとヨハネに至るまで全ての預言者たちと立法とが預言をしたのですと語っています。ですから旧約の立法を終,わる終える人、最後の人がこのヨハネであったということです。ですからヨハネの働きはイエス・キリストを示すことでした。 ヨハネによる福音書1章6節から8節を見ると神から使わされたヨハネという人が現れたとこの人は明かしするために来た光について明かしするためでありすべての人が彼によって信じるためである彼は光ではなかったただ光について明かしするために来たのであると語っていますですからヨハネは光自体ではないわけですしかし光を 示すもの、明かしするために来たものであったと、月のような存在だったということです。小さな光、小さな光です。今、今日も小さな光のような教会があります。いまだに立法を守らせて、また人間的な考えを持って教会を運営する、そういう者たちがある,あるわけです。完全なな神様の御言葉ではなく 夜のような教会が多くあります。世の中と妥協しながら、世の中にも人足を置いて、また見言葉にも足を置いてと。このように信仰生活をする教会もあるわけです。それが小さな光のもとにいる、夜に属する者たちであります。では、 神様はこの大きな光と小さな光を作られたわけですけれども、その作られた目的について見てみなければいけません。まず大きな光と小さな光の作られた目的は何かというと、この地を照らすためでした。目的はこの地を照らすためです。この地を、地上を照らすため。太陽が現れることによって時間が始まりましたよね。 見える世界でもまたイエス・キリストが来られることによって新しい時間の基準が与えられました。ですから今何年ですか今年が2022年。それを正確に言うと AD ですよね。AD。主が来られてから AD2022 年です。全世界が今この えー、暦を使っているわけですイエス・キリストが来られることからによって新しい時間が始まったわけです。そしてイエス様の前には PC と言いますよね。主が来られる前。もちろんイエス様が来られる前にも時間は、えー、あったわけですけれども、新しい基準として建てられたわけです。イエス・キリストを通して。そしてイエス・キリストの光を私たちが受け入れているわけです。 光は何の役割をしますか光はもう命を保つためには光も必要ですけれども一番重要なのは目を開かせるため見させるためなんですよね人間の目はものを見るためには必ず光が必要です物体に反射する光を通して見ることができるわけですよね ですからイエス様が来られるまでは夜でえあまりちゃんと見えることができなかったんですよね。御言葉を見ても悟ることができませんでした。しかしイエス・キリストの大きな光によってこの御言葉を深く奥深く悟ることができ、またイエス・キリストについてもっと詳しく知ることになりました。皆さん、例えば精肉店とか行ってみると、 赤い光を照らしておきます,赤い光を照らすとみんな赤く見えるわけですよね、皆さん。例えば赤いサングラスをかけたとしましょう。そしたら全世界が赤く見えるでしょう。みんな赤く見えるんですよね。そのように光の役割が重要だということです。私たちがイエス・キリストというそういう眼鏡をかけるならば全てがイエス様のように見えるでしょう。 ですから、えー、昼に属するもの、光に属する信徒はそのように暮らさなければいけません。私たちのすべての暮らしがイエス・キリストの光、イエス・キリストの御言葉を中心に判断して、イエス・キリストのその働きに習って歩まなければいけないということです。そうすれば、敵も憎んでいる人も愛を持って接することができます。 また、イエス様の知恵をもってあらゆる事件を、出来事を正しく判断することができます。しかし、問題は信徒が人々が100%そうやって暮らすことができないということです。ですから、ヨハネ一章五節を見ると、 光は闇の中に輝いている闇はこれに打ち勝たなかったと語っていますね。見聞を見ると光が照らされたにもかかわらず闇が悟られなかったと語っています。光が照らされたならば闇が打ち砕かれて実体を悟らなければいけないにもかかわらずそれを悟ることができなかったと。勝つことができなかったと語っているんです。私たちは多くの御言葉を学んできましたよね。 その御言葉の通りに実践して従順して暮らしていますかそうではないわけです。時には自分が選んでこの御言葉は私のものだと。この御言葉は守ろうとするわけですよね。この御言葉は私に有益だと。またこの御言葉は有利だとあ。これは守らなきゃいけないと。でも嫌な御言葉もあるわけです。不利な御言葉すあります。 そういうのを忘れてしまうんですね。聞くだけ聞いて忘れるわけです。従順しません。ですから、選んで従順するわけです。あ、これは従順しよう。あれは従順できない。そうすればどうなりますかそれを従順と言えるでしょうかそれは従順ではありません。ただ、御言葉を利用するんです。 あ,あれは私の耳にいい音だと、いい御言葉だと、これ守れば私が祝福を受けるんだと。しかし神様はそうではなく、これからはすべての御言葉に従いなさいと。有益であっても不利であっても、自分の耳に優しくても優しくなくても100、100%御言葉を守ることが神様が求めておられる従順であると語っておられます。 そういう人はイエス・キリストのその光の中で暮らすことができるんです。どこに行くにしても太陽の光を受けて暮らすように私たちはいつもイエス・キリストの光の中で暮らさなければいけません。聖書を見るとイエス・キリストだけが盲目の人を癒しました。シト・ペテロやシト・パウロ、どれほど力がありましたか 死人もよみがえらせた人です。しかし、聖書で、旧約であれ、新約であれ、目の見えない人を癒したのはイエス・キリスト1人しかいません。その理由はそれはイエス・キリストが神様の御子であり、メシアであり、イエス・キリストである証しであるからです。その力は他の人には与えられませんでした。なぜならば、目のひ。えー 目を開かせるのは光を与えるのはイエス・キリスト自身であるからですイエス・キリストが光であるからこそ多くの人の目を開くことができたわけです堕落した人間はイエス・キリストに出会う前には私たちは皆盲目人でした肉の目は開かれていても霊の目は閉ざされていたわけです しかし、御言葉を聞いてイエス・キリストを信じることによって、私たちは霊的な目が開かれました。イエス・キリストの御言葉の光を信じさせ、そして見えるように神様の子供たちとして認めてくださいました。ですから私たちはこれから感謝をしながら100、100%神様の御言葉に従順した歩む信徒となることを主のみなもて祝福いたします。2番目に、 大きな光と小さな光を作られた理由は光と闇を区別するためでした。また夜と昼を分けるためですね。この区別するというのがヘブル語でバダルという単語です。バダル。創世記一章で多く使われているんですけれども、このバダルという単語が重要な単語であります。創世記一章で この創造の働きはですねすべて区別する働きです闇と光を分け上の水と下の水3日目には地と海を分け4日目にはまた、えー、昼と夜を分けられました神様の働きはイエス・キリストの働きはすべて区別する働きであるわけですレビキを読んでみると皆さん、えー、理解できない 難しいい内容が記録されています特に食事についてもある動物は食べてはいけないまたある動物を食べてもいいてこういう立法が出てくるわけですけれどもこのバダルという単語を考えてみるとそれを深く理解することができます例えばレビキ20章25節を見ると あなた方は清い動物と汚れた動物また汚れた鳥と清い鳥を区別するようになる私があなた方のために汚れているとしている区別した動物や鳥や血を這う全てのものによってあなた方自身を忌むべきものとしてはならないと語っていますここで区別という単語が出てきますけれどもこれはバダルという単語ですバダルこれはあ昔の立法だと考え,方考える方,方が多いんですけれども 26節を見るとあなた方は私にとって聖なるものとなる主である私は聖でありあなた方は私のものにしようと国々の民から選り分けたと語っています襟分けたこれもバダルです襟分けたですから獣が汚れていてまた綺麗であるという清いものであるとそれを動物が区別されたように私たちも 同じように区別されなければならないと、性別されたものとならなければならないということを意味しています。国々の民から選び分けられたものであると。世の中と同じように暮らしてはいけないということです。聖なる者として、クリスチャンとして、世の中とは違う生き方をしなさいと語っているわけです。イエス様もこの目的のために来られました。神様の選ばれた民を世の中から分別し、区別し、 聖なる清いものとして立てるためにこのように来られたわけです。ですから、マタイによる福音書10書34節から35節を見ると、私が来たのは、地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからですと語っています。おかしいですよね どういう意味ですか、これは。イエス様が来られることによって区別されるということです。イエス・キリストを信じる者と信じない者を分けられるわけです。家族の中でも信じる者と信じない者に分けられるということです。また、マタイによる福音書25章31節から32節を見ると、人の子がその栄光を帯びて、すべての見つかいたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。 そしてそのすべての国々の民がその見舞いに集められます。彼は羊飼いが羊とヤギを分けるようにして彼らをより分けますと語っています。羊を自分の右に、ヤギを左に置かれるわけです。ですから大きな光は昼を司り、小さな光は夜を司かさらせて、小さな光についていくものは夜になり、自動的にですね。大きな光に近沿っていく人は、 光になるわけです。昼になるわけです。テサロニケ人への手紙第1章を見ると、5章の5節を見ましょう。あなた方はみな光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありませんと語っていますね。私たちは光の子供であり、また光の昼の子供であります。では私たちは小さな光を捨てなければいけません。 夜の教訓を捨て,て,は捨てなけければいけません世の中と妥協するそういう見言葉そういうものを全て乗り越えてただ大きな光だけをつかんで歩まなければいけないということです聖書ではそのような信仰の共同体を紹介しているんですけれども黙示録12章1節から2節に記録されている光をまとった女であります。 中二章一節を見ると巨大な印が手に現れた一人の女が太陽を着て月を足の下に踏み頭には十二の星の冠をかぶっていたこの女は見ごまっていたが海の苦しみと痛みのために叫び声を上げたと語っていますここを見るとこの女が太陽を着ていると語っていますねアメリカの神学者の中でもグラントアズボードという人はどのような解釈をしたかというとこの女は イエス・キリストを身ごもった信仰共同体だと理解,、えー、解釈しました信仰共同体教会ですね教会この太陽を着た女というのは教会を意味するとしかしただ単なる教会ではなく太陽,を着て太陽を着て月を足の下に踏む教会です私たちの教会がそのような教会になることを忍のみをもって祝福いたします 子供、イエス・キリストを産んだということは、私たちの中からイエス・キリストが現れたということです。世の中にイエス・キリストを現したということです。私たちの教会がそういう教会になれば、誰にでも何を見てもイエス様だけを見えるわけです。イエス様だけを見させるわけですね。ある人、どんな信徒にあっても、ああ、あの人はイエス様みたいだと。そういう教会にならなければいけません。 先ほども言いましたけれどもこの太陽を着た女はイエス・キリストを着ています完全にイエス様の御言葉によって身にまとっているわけですけれどもその月が小さな光がですね下に踏んでいたと語っているということです立法的な人本的なそういう教会を 乗り越えて大きな光のように光り輝く教会となったと語っているわけです。ですから、そういう教会、そういう信徒はすべての考え、思想、価値観や世界観がすべてイエス・キリストの心によって変化して、御言葉に課されたものとなるわけです。皆さん、私たちは夜に属する教会ではありません。夜に属する信徒ではありません、皆さん。 私たちは大きな光のその見言葉を受けた信徒となったということを信じてください。その光が私たちのすべての心の中の奥深いところまで照ら,し出さな照らされなければいけません。私たちの暮らしの全般的なこと,にところに照らされなければいけません影。影があってはいけないんですね。神様の前に私たちはすべて隠そうとしているものまでも。 差し出し出て光を受けなけけなればいけません皆さん、洗濯物を太陽に照らしてか乾かせると殺菌されますよね。マラキ4章2節を見ると、私の名を恐れるあなた方には木の太陽が昇り、その翼には癒しがあると。あなた方は外に出て、旧車の子牛のように跳ね回ると語っていますよね。皆さん、木の太陽、イエス・キリストです。 イエス・キリストには癒しの光があると語っています。霊肉ともにですね、私たちの心も体も全てを癒される種であると語っています。その前に私たちが進んでいって出ていけば消毒されるわけです。エペソ5章1 3節にも、けれども明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされますと語っていますね。 隠せば闇になります。しかし隠さなければ光になるわけです。皆さん、いくら叱られても叱られてもみなすべて明るみに出さなければいけないわけです。主の前に。ですから私たちは主の前に出て行ってすべてをえ差し出してその光を受けることによってこれからは光の子供となりいつも 大きな光の中、昼を歩む者として歩む皆さんとなることを主の皆をもって祝福いたします。祈ります。愛する千なる神様、感謝いたします。今日も尊い御言葉を与えてくださり、大きな光の御言葉を与えられ、癒しを受け、私たちの中にあるすべての闇を打ち砕いてくださり、心から感謝いたします。父なる神様、私たちがまだこの。 見言葉の光が照らされてない場所があるならばそれを全て神様の前に照らし出し全てを明るみに出して光を受けきれいに、えー、癒される祝福が与えられますように導いてください全ての家庭に大きな神様の光がイエス・キリストの光が与えられることによって昼の子供と認められますように私たちの教会が太陽を着た女のように ただイエス・キリストの形をはたどる教会となることはできるよう導いてください。またお互いに愛し合い、また憎む者までも愛することによって、多くの魂をこの光に導き、また神様の愛をまた伝えていくものとなることはできるよう導いてください。すべてをなされることを信じてイエス・キリストの名ならてお祈りします。アーメン